魚流上目は1840年にリチャード・オーエンが当時知られていた魚流をまとめるために導入した用語であったが現在は真の意味での魚流と三条期前期から中期に生息した原始的な祖先を指す用語として用いられている。原始的な魚流上目の生物すなわち真の魚流以前の祖先は大半の族が全長1メートル以下と小型であり体は細長く 椎骨は長い糸巻きのような形状をしていた。これは彼らがうなぎのように体をくねらせて遊泳していたことを示唆しており、素早い動きと操作が可能で、旋回での狩りにおいて有利に働いていた。このような初期段階にもかかわらず彼らは、獅子が昼に進化し、特殊化した生物であり、陸上での活動は不可能であった。初期の魚流ウばメは、 ハンゲア大陸北部の海岸に幅広く分布し、三上期前期、オレネギアンから三上期中期アニシアンの日本、中国、カナダノルウェイから知られている。三上期中期ラディニアンまでに、彼らは絶滅を迎え、魚流目が繁栄することとなった。基盤的な魚流上目と人の大きさ比較化のクラドグラムはカスバーツンらの2013年の論文に基づく。ありがとうございます。